皆さんこんにちは。今日はリズムの覚え方講座です。タンのカードが3枚でパンダ、団子、ゴリラ、ラクダ、だるま、祭り、リンゴ、ゴジラというふうに覚えます。タンのカードが2枚でゾウ、牛、シカ、カイ、犬というふうに覚えます。今度はタンのカードが4枚。このカードでバイエル、ヘンデル、スメタナ、モルダウ、ウラシバ、マラカスというふうに覚えます。今度はこのカードの組み合わせ、ラーメン、アーメン、そうめんというふうに覚えてみるととっても覚えやすくなります。今度はシンコペーションというリズムです。シンコペーションのリズムはグリーン、グリーグなど入ります。簡単なリズムは言葉をつけて覚えるのが一番です。超簡単リズムの覚え方、今度はこのリズムの組み合わせです。いちご、りんごというふうに覚えるのも楽しいですね。拍の長さが取るのが苦手、独譜が苦手だとピアノは上達なかなかしなくなります。基礎を少しずつ身につけてリズム感に独譜力をつけることも大切です。運のカードはうんこドリルの運と覚えます。うんこドリルの運というふうに覚えると楽しく覚えられます。優しい独譜リズムの覚え方、これは言葉をつけて覚えるのが一番です。白丸、これは全音符といって4拍伸ばします。おさらいです。全音符は4拍です。タンのカードが2枚でゾウ、牛、シカ、カイ、犬と覚えます。タンのカードが3枚でパンダ、団子、ゴリラ、ラクダ、だるま、祭り、リンゴ、ゴジラと覚えます。ラがつくと今度はラーメン、そうめん、アーメンというふうに覚えます。
今度はこの組み合わせ、グリーグ、グリーン、シンコペーションというリズムです。うんは楽しく、うんこドリルのうんと覚えると楽しく覚えられます。ピアノを上達するためには少しずつ拍の長さ、読譜力をつけることが一番ですが、楽しみながら覚えることが一番です。読譜、リズム、少しずつ覚えることで、簡単な曲ならすぐに弾けるようになります。リズムの覚え方講座でした。皆さんこんにちは。今日もムシムシ暑い一日になりそうです。今日もとっても嬉しいことがありました。誰でも褒められたり、自分のことをよく覚えていてもらうと嬉しいものです。図工が得意、算数が得意、折り紙が得意、塗り絵が好きな子、子どもにもいろんな個性があります。今日も朝から絶好調。パンパパパン、パパンパパン。みんな先生にいろんなお話を聞かせてね。書く宿題も引く宿題もきちんとやってきてくれると嬉しいご褒美があるんだよ。